고파이무릉소화닥닥쪼와이未来の食料って感じする液体だね。そうか、この食料が切れてしまったらもうゲームオーバーなんだね。結構可愛らしい雰囲気なのに結構サバイバルするんだね。ブリトニーさんはこの辺りにいるはずだ。食料も残り少ないことだし、時間を気にしながら彼女を捜索しよう。そっか、時間が切れるとお腹空いてゲームオーバー的な感じなんだね。あれ、ピクミン成長するんだね。成長すると足が速くなる。葉っぱ、つぼみ、花の順。なるほど。ピクミンの頭に花が咲いた。なんだか植物みたいだな。成長したからちょっと足が速くなったんだね。大地のエキスを吸うと花に成長する。あ、そういうことだったのか。これで成長したんだね。これ大地のエキスなんだ卵の黄身が割れたのかなと思ったんだけど。うわ、めっちゃ吸ってる。やったー。さあ、これは壊せるかな。ガラスっぽいんだけど。うわー、硬いものか。なんだ硬いもんって。いけ、やってしまえ。背後から狙うのか。強いなこいつよしよしよし、倒した倒した弱肉強食。あ、さっきのやつ吸収された。あ、あんなとこにブリトニーさんが倒れてる。遅かったか。ブリトニーさん、生きていってください。アルフ君、近くにいるのね。ごめん、ぐっすり寝てたのかい。ゆっくりともしてなかった。そうなの、私寝相はいい方なの。それよりあっちに大きな果実らしきものを発見したの。あ、食料になるね。それ私はここから出られないの。代わりに見てきてくれない。じゃあまずは食料か。果実ってどれだ。これ、あ、これだね。いちごだな。なんかイチゴを初めて見たようなあれだね、リアクションだったね。さあ、これとりあえず持っていって、これ今割ることができないんだよな。なんかクリスタル的な。あら、壊せない。壊せないだろきっと。お、なんだこれ、気持ち悪い。来た。あー、ピクミン吸収されてる。食われてる。
あーやめろー。あ、行ったか。ユアピクミン。なるほど、これでガラスみたいなやつ破るのか。原生生物に取り込まれていた生き物がこちらを見ている。彼らもピクミン。ピクミンって一体何なんだろうね。あれを壊したいのかな。彼らもピクミンのようだから。お、集まってきた。いけ。おお、壊れた。もっとか、もっとか。よー、来たー。これがあのユアピクミンのなんかあれだね、根城というかなんというか。なるほど、彼らのオニオンが閉じ込められていたのか。ピクミンの種類が増えたから、投げたいピクミンを LR で持ち帰られるようにして。なるほど。さあ、これを使えばこれ破ることできるでしょ。お、割れてく。強化ガラスなのかなこれ。めっちゃ硬かったけど。さあ行け、どんどん割れ。ブリトニー。ふう、やっと出られるわね。もう野宿はゴリゴリだわ。はあ、お腹すいた。ところで何なのその生き物は。へえ、ピクミンって言うんだ。かわいいわね。順応早いね。こんな生き物いたらびっくりだろ。もう、キャプテンの場所が分かったっぽい。早速行ってみよう。なんだ、ピクミンの様子がおかしいぞ。やけど負ってんのかな。あちちちになってる。あ、燃やされてんのか。なんだこいつ。やっぱ背後から狙うみたいな感じかな。うわうわうわ。赤ピクミンはでも火に強いんだよね。あ、運ばれていく。あれ、こんなところにもメモが。すごい、これ怖いな。これメモがたくさん落ちてるね。うわわわわ、すごい。いや、こういう生き物本当にいそうだけどさ。今まで出てきたやつと全然違う。これヒントだよね。中身は柔らかい。なるほど。じゃあ岩をぶつけてってことで。そういうことか。あ、ヒントヒントヒント。鎧は水晶でできている。なるほど。だから岩で割ることができるってことね。いけー、今だ。集合。あ、さあ、柔らかいとこ赤ピクミンが攻撃してる。うわー、
とにかく引かれないように戦っていけばいい感じかね、これね。お、来る。来てる来てる来てる。もらった。よし、もうこれだけいけばもう赤ピクミン行くでしょう。あ、倒した。結構開けなかった、かわいい。おお、携帯電話、しかも結構古いガラケーだなこれ。 PHS 電波を発信していたのはこれだったのか。これじゃあキャプテンは一体どこに。あ、これあれだね、家の電話の呼気だねこれ。とりあえずドレイク号へ持ち帰って分析してみよう、何かに使えるかもしれない。なんかドラゴンフルーツ的なやつも出てきてんねこれ。これも持っていけるかな。あ、持っていける。うわすごい、すごい絵面になってる。これはかつてこの惑星で使われていた通信端末です。まあこれ地球なんだろうねきっとね。未知のパーツで構成されていて今も電波を発信してます。つえーな。まだバッテリーが切れてないってことだね。